進化論。我对冠军的这种渴望，我相信战胜了所有的这种困难。身長に優れていないが、打球速度は極めて速く、ペースが柔軟で、重心調節が合理的で、彼女は極めて才能があることから、小東亜氷と呼ばれている。この順調そうに見える卓球女将には、才能以外に、いつも良い気持ちを保って身軽に戦うことができることもある。彼女は、劉詩文。1991年、劉詩文は、遼寧武順で生まれた。彼女が生まれたばかりの時、卓球を愛するお母さんは彼女のためにスポーツの道を用意した。4歳半になったばかりで、劉詩文はラケットを手に取ってスイングショットの動作とショットを打つことができた。5歳を過ぎたばかりの劉詩文は、良い球感と身体協調性で武順市の体育学校のコーチに気に入られ、2年後、彼女はコーチに甲州理論学校に連れて行かれ、本格的に卓球障害を始めた。抜群の学習能力と強い心理素質により、2004年には劉詩文はナショナルチームに選ばれた。同年、彼女はアジアジュニア卓球選手権、世界ジュニア卓球選手権、世界青年卓球選手権で相次いで優勝した。2005年のアジア卓球選手権で、彼女はカエン選手と協力して女子ダブルス優勝を獲得した。その時からみんなは彼女を小東亜氷と呼び始めた。ナショナルチームの世界級のチームメイトとコーチの自分への期待に、劉詩文は初めてストレスを感じ、トレーニングはますます一生懸命になった。2007年から2009年まで劉詩文は力を活躍し続け、出場すればほとんどが優勝だった。しかしスポーツ競技場ではずっと優勝を維持できる人はいなかった。まして当時は18歳になったばかりの劉詩文。2010年、劉詩文はスポーツ障害で最初のワーテルローに出会った。2010年、世界選手権モスクワ大会で中国チームはシンガポールチームに出会った。決勝戦で劉詩文と丁寧は3点負けて、中国女子の9連勝の夢を終わらせた。对方到9的时候，我就觉得脑袋嗡一下，我说这快差不多输了。当时他到9的时候，我已经快崩溃了。劉詩文にとってこの試合の敗北は彼女の選手人生の中で心に刻まれた1回だった。試合終了後、劉詩文と丁寧は共に放置され、4ヶ月後の卓球団体ワールドカップ女子団体決勝戦には予選にも出場しなかった。2011年末、状態を整えて強力復帰した劉詩文はグランドファイナル決勝戦で女子シングルス優勝を獲得した。翌年、劉詩文はチームを率いてドルトムント女子団体の優勝を獲得した。2013年、劉詩文はブヨーを4対0で破って女子ワールドカップの栄冠を獲得した。2014年の国際卓球連盟ツアー決勝戦の女子シングルスで彼女は再び優勝し、同大会の女子シングルス3連覇を奪取した史上初の選手となった。2016年は劉詩文は再び爆発を迎えた年だった。世界選手権女子団体決勝で劉詩文は3対0で福原愛を破り、中国チームは3対0で日本チームに勝ち抜き、20回目の優勝を獲得した。同年、劉詩文はまた国際卓球連盟世界グランドクアラルンプールオープンと日本オープンの女子シングルス優勝、アジアカップ女子シングルス優勝の3つの大賞を獲得し、リオ五輪出場資格を一気に手にした。25歳になった劉詩文はもう一度大会に直面した時、自分の気持ちを落ち着かせることができた。8月のリオ五輪の卓球女子団体決勝で劉詩文とチームメイトはドイツを3対0で横ばいして強気で優勝し、五輪の3連覇を達成した。オリンピック後の少し休戦を経て、2017年、劉詩文は11戦全勝の前例のない戦績でデュッセルドルフ世界卓球チームの選抜大会で優勝した。2019年のブダペスト世界卓球選手権女子シングルス決勝戦で劉詩文とチームは6回激戦し、ついに優勝した。我对这个冠军确实渴望了很久，也冲击了很多年，这也是我第三次进入决赛吧。能够拿下这个冠军，也是实现梦想这样一刻吧。同年，劉詩文は再び女子ワールドカップ決勝で優勝し、女子ワールドカップ史上初の5冠王となった。2020年4月に国際卓球連盟が発起した
21世紀女子卓球界夢のチームの投票で劉詩文が成功に入選した。2021年中国卓球協会が発表した東京五輪の出場リストには劉詩文もランクインされた。勝負に苦しんでいた劉詩文の今の気分が良くなり、彼女自身が言ったように、把自己能做到的、能努力到的都努力到就够了、就是去享受这个过程吧。